各地方への版図拡大を図る信長は、秀吉に一軍を預けて西国方面への攻略を推し進めていた。一方、毛利元就は織田勢の西国進出に対抗、信長の支援を受けて上月城にこもる尼子勢を包囲する。尼子勢の再興にかける執念を警戒する元就は、この機に完全に滅ぼそうとしていた。上月城の戦い。お待たせしました、父上。いよいよですね。憎き尼子を完膚なきまでに葬り去る時が、ついに。高上、お前には輝元と共に傷ヶ口に向かうよう申し付けたはずだが。戦支度は輝元に任せてありますよ。私はその間に尼子の終焉を見届けておこうかなと思いまして。ならばよいが、参陣するからには務めを果たせよ。もちろん分かっていますよ、父上も。鹿との戯れはほどほどに。無論手ぬるいまねはせぬ。毛利繁栄のためこの地で潰しきってやろうぞ。さあ決着をつけようぞ、尼子の死界を。我が名作五郎次郎。父上、何でも命じてくださいよ。いいぜ。尼子の命運もはや風前の灯火。この上月城にて滅ぶがよい。こたびの戦、
元春や高影と共に完膚なきまでに雨子を叩かねばな。雨子との戦がここまで長引くとはな。だがそれも今日で終わりだ。全ては毛利の未来のため。邪魔な雨子は必ずここで打ち果たそう。毛利の猛攻が凄まじい。だが何としてでも耐えねば。お見事にございますな。遅いわ。敵将討ち取ったぞ。俺の出番。守備は散らしたか。では城来へと攻めよう。開門。仕留める。我ら雨子の加勢に参った。覚悟せよ。勝久様、すぐに行きますから、もうしばらくご辛抱ください。来たな、司会。貴様の国、今日こそ落としてくれ。援軍をまともに相手取ってはならぬ。前線より味方を引かせ、戦力を温存するのだ。遅いわ。じいさん、あんたは俺が必ず討ち死に。仕留める。侵入を許したか。何とかしてこの場をしのがねば。敵将討ち取ったぞ。これはなんだか。そういえば筋書き通り、策の触りは覗かねばならぬ。よし、この砦は俺たちがもらった。この足でさっさと攻め進むぞ。数が違うわ。よしかめ、調子づくなよ。角の一つでもへし折ってやれ。各地に敵を抱えておる織田が今光月城一つにこだわるとは思えない。いずれ引く相手に戦力を割く必要はない。今は兵を温存し、隙を見て畳みかけよう。鹿之助が奪った砦に二打兵を送り、前線に物資を補給せよ。やれ。遅いわ。敵将討ち取ったぞ。相手ではなかったか。これは見事なお手並み。仕留める。物資の補給はなった。いざ攻め進む。中央の味方を残らず引かせよ。わしに策が。俺の出番だ。そこのお前、やられろ。腰抜けが。まだ俺は諦めない。わしが行くか。石川之助よ、お前はまだ終われないはずだ。南北の砦の守りを厚くせよ。敵を攻め入らせてはならぬ。
中央に兵を送れ。守備の薄さがいささか気がかりだが、攻めては緩められない。仕留める。かかった。今だ。南北より挟み撃て。やはり罠であったか。ならば敵を残らず切り捨てるのみ。織田の援軍も近くまで迫ってきている。我々も毛利を押し返すぞ。開門。観念せよ。勝ち目のない中出てくるとは。場数が違うわ。愚かな雨子には罰をくれてやるよ。南方の敵を抑えよ。進軍を許すでないぞよ。今日、討ち取ったぞ。お見事にござった。色が悪いな。オイラもなんか仕掛けねえと。やれ。仕留める。策の触りは覗かねばならぬ。かなう相手ではなかったか。そういえば、さすがは私の父上です。ここは引くほかあるまい。兵力を削られたか。信長様より伝令です。急ぎこの地を離れ、播磨攻めに参じようとのこと。播磨の情勢、そこまで切迫していたか。しかしだとすれば光月城は時間がない。全軍速やかに撤退せよ。開門。案の定織田は撤退を始めたようだ。今度は雨子を捨てるか。どうやらよ。ならば今こそ攻勢に転じようぞ。温存した戦力にて敵の後輩をつけ、奴らを足止めせよ。兵数で圧倒するのだ。俺がしんがりを務める。我らの撤退合わせはしない。仕掛ける間もなく撤退かよ。ただね、少しでも敵を蹴散らしとくか。仕留める。策の触りは覗かねばならぬ。耐えきれん。引かせてもらう。なんと素晴らしき戦果よ。するか。ならば撃つ。観念せよ。まずまず筋書き通り。数が違うわ。敵将撃ち取ったぞ。しんがりの役目、
しきれないとは。撤退は無事阻めた。皆は光月城の攻略へ向かえ。討ち取ったぞ。討ち死に。場数が違うわ。お見事にございますな。まずまず筋書き通り。みんなやられたか。仕留める。城内の将は全て討ち取れたか。さて残るは総大将勝久だけだ。織田の援軍は引いたようだが、雨子の執念あまりなめるでないぞ。夜開門。勝久を討ち雨子を滅ぼす。その時はもう間もなくであろうよ。勝久様、今そちらに向かいます。やはり現れたか。物分かりの悪い鹿に現実を教えてやる。勝利条件変更。用事が出てきた。勝久、お主の首は毛利繁栄の供物となる。やめるな。たとえ私が散ろうとも、雨子の執念決してついえはしない。これにて雨子の討滅はなった。打ち死に。気に渡る因縁に蹴りをつけてやろう。使えるべき主君は死に、雨子は滅びた。ならば貴様は何故今のお牙を抜く。決まってる。命に報いるためだ。つくづく愚かな鹿野郎。ならばその生き事散るがよい。討ち死に。おう、いいぜ。仕留める。遅いわ。やれ。諦
るもんか。俺は仕留める。いいぜ。仕留める。出番か。あがいてみろや。父上が鹿と相打ちになるなんて、クソ、なんだよそれ。あの野郎の執念にしてやられたな。高影様、木津川口の輝元様より急ぎ合流された人の伝令が。悲嘆に暮れる糸間すら私たちには許されないのか。それがこの乱世の断りとでも。兄上、私は木津川口へと向かいます。父上の意志は我ら兄弟で守ってみせましょう。へえ、高影のやつもっと乱れると思ったがな。あいつもあいつなりに強くなってるってことか。ま、腹くくってやるしかねえな。見ててくれよ、父上。